こちらの養殖場では、水道水だけを使ってサーモンを陸上養殖しています。これまでの陸上養殖場だとどうしても、海水とか地下水を使う必要があったんですけども、ここではこういう、高性能なろ過装置を使うことによって一度入れた水道水をずっと使い続ける、そういう形で養殖をすることができています。